翔平さん、翔平さん、おはようございます。おはようございます。なんすか。もう今シーズンも終わるじゃないですか。終わる。バッティングのこととか、まあ良かったところ、まあ反省点もあると思うんですけど、もしあれば教えていただきたいなと思いまして動画を回しております。食いますね、お前。寝起き、寝起き。今年のまあ最初の方にやっぱヒロトに打ち始めのこの無駄なところを省いてもらって、じゃあでかいかな。基本的にインコースを全部詰まってのが捌けるようになって、打率がガーン上がりましたね。何ですか。うん、最初4割だったよね。やばい。まあ最近ちょっとなんか分かんなくなってきて、まあ次の課題が見えたっていうのが、そうですね、あるんですね。体が重いからかな、分かんないけど、いつも通りしてんだけど、ちょっとインコースを遅れる時があるんで、下半身の方のフォームとか、なんかそういう地形をなんかちょっと重点に置いてやった方がいいのかなっていう感じではいます。まあそこのインコースの課題っていうのは、まあ打撃の取ってるシーンがあると思うので、まあそれを見てもらってね。あとはもう打ち出した関係でランナーに出ることが多くて、走る関係で、あの新スプリントになりました。足新スプリントになりました。ここめちゃめちゃ痛い。何ですか。ここめちゃ腫れてんすよ。すごい腫れてて、めちゃめちゃ痛くて、朝野球する前に必ず塗ってね、こうやってるんですよ。そう、だから体のケアっていう部分でもまあ増えていくっていう、ね、まあ年が31になったんで大変だよね。大変ですよ、ほんと。ちょっとなんかだんだん不調も出てくるんで、はい、気をつけながらやんないと。手法っすかね、ラガーズ。手法ですかね。2番ですよ、2番。もうラガーズは2番、強打者説をもう唱えてるんで。そうっすね。そのヒロトにだあのバッティング教えてもらった関係で、もっとこう打ちたいなと思った関係で、監督に直談判をして2番で打たせてもらうようになって、2番、最初2番そんななんかね、小技ができる人が、まあ自分も入ることが多かったんでだったけど、2番翔平説をちょっと作らせてもらって。そうですね、実際にね、うまくできたからね。まあハマったから、うまくそうハマった関係でもう固定になりました。2番、そう、1番がね団長さんなんで、そう連打出て返してっていう、ね、そう、もう盗塁してもランナー返してっていうパターンができるようになったので、そうラガーズとしてはもうサインをあんま出さないっていう、なるべくしっかり準備してその打席に挑みたいですね。そうですね、やっぱりこう撮影の準備とかしなきゃいけないとか、ノックしなきゃいけないとか、あるじゃないですか。ありますね。その関係で自分の準備ができないことが多いので、うん、自分の準備ができるように YouTuber でもあるし野球人でもあるしね、はい、結果出したい気持ちもあるし、頑張っていきたいですね。おお、まあ来年はちょっとまた新しく目標を立ててやっていきたいんですけど、ただポコチャ半年ぐらいやるんですけど、5月6月ぐらいまではポコチャもう毎日配信をして、週5かな、週5で配信をするので、まあまあ無理せず、まあ楽しく無理せず、あとはまあ、あの2023年は体重を2桁にする。まずまあ体重絞れば多分体のキレがもっと増えると思うんで。そうっすね、長打も増えると思います。じゃあ今年はすごいこう増量をしたんですよ、いろいろあって。増量した関係で、まあ本当はね、その2022年月初めに一度活動を休止をしたんですけど、そこでその減量をガチでやって激痩せをして皆さんの前に出たかったんですけど、トラブル発生が起き続けて起きまくった関係で、そんなことやる暇もなく復活しちゃったんで、これはもう気のせいですよ。すいません、申し訳ございません。ですよ、これは間違いなくね。それは間違いです。気のせいですから。だからもう来年こそまた初めはちょっと減量期間として活動休止、毎日ちょっと減量に向けて体を作っていきたいなと思っておりますので、ちょっとまた別人になる気でいるんでね。今年はすごいいい思いをたくさんしたので、来年も一応なんか今年は4部ですけど、来年2部になっちゃうらしいんで、もうさらに強敵が増えていくっていう、ね、さらにそう強いチームが増えると思うんで、そこで勝てるように体作りをして、その類を先をねこう詰めるような感じにやっていきたいと思います。まあ目標は痩せるだね、来年はね。痩せる、ちゃんと痩せて、こう野球をしやすいあの体にすると。まあやっぱさ、毎年こう出会いっていっぱいあるわけよ。まあ、ね、新しい出会いがあるだろうなと思いながら毎年過ごすのね。今年も出会いが多かったんで、今年も出会いもすごい多かったし、その前もすごい出会い多かったし、その前も多かったし、
2020年なんか良平がさメンバーになったって手があって、21年は例えばその連発に静岡行って大阪行ってとかあったじゃん。その日に大阪に行って治療を受けさせてもらったりとかする出会いもあったし、今年なんかは、まあ、アクティブームのあのね社長にも会ったし初めて、うん、それも本当に YouTube 始めてあの お話もらってから一回も会ったことなくて、そのアクティブーム販売前からもう連絡取ってて、そっからまあいろんなつながり、いろんな治療とかの方々にもあのお会いしたし、地元のその治療院の人にも治療してもらったりしてうまく投げれるようになったりとか、とにかくね出会いがすごい多かった、とにかく出会いがすごい多かった。また来年もきっと新しい出会いがあって新しい撮影も増えて、そうだよ加藤優さんねと撮影したのもね今年じゃないですか。そうですね今年ですね。そう、関係で女子野球取材もね神奈川まで行ったし、それもすごい出会いだし、少年野球取材も地元で初めて行ったし、ね、あのロングティーの実演もさせてもらったし、それもすごいね、まあ、変わらず一応ボーイズとかは取材も行ったけど、グラウンドが移動した、ね、チームとかの、あの方に行って初めて顔を出したりして、昔いなかった子たちがもうね、たくさんいたりね、そうなんか新しくいろんな方と知り合うことができて、本当今年はいいなんか、ね、年だったなと思います。たくさん増えた、いろんな知り合いとか、それは間違いなく言えるし、はい、まあ目標は本当に痩せるっていうのと野球で動ける体を作るっていうのを目標として1年間やってって、まああとはプライベートもしっかりちょっとしっかりできるように時間を作って、そして動画編集も、いろんな方の動画編集をやってるんで頑張って、サラリーマンなんで仕事を頑張って、で6月ぐらいまではポコチャをしっかり半年間がっつりやって、頑張ってっていう感じかな。で翔平 TV の編集も頑張らなくてもできるけど人生最大の編集人 YouTuber 人生最大のねブチギレをされたひろとくんがさらにね成長できるようにすごい常識をこうしっかり持ってやってもらいたいなと思ってるんで、気を使うことってすごい大事なんでね、そこはしっかりとやってもらって、それがもう僕のまた来年の目標として頑張ります、頑張ります。はい、ね、そんな感じですかね。うん、まあそうだ、今年はジャイキリもあったな、ジャイキリにもあったしパシキリにもあったし、チェインボンズっていう新しいチームができて、そこと試合ね初試合もしたし、ボナール野球部とも試合したし、初めて翔平ズとボナール野球部ですよ。それはもうボナールとの関係があっての初試合やから、向こうの初試合にこちらがね試合やらせてもらったっていう感じだったし、もっとねもっともっと多分また来年いい出会いがあると思いますので、その出会いに感謝しつつ、さらに来年新しい出会いをちょっと楽しみにまた今後頑張っていきたいと思います。一応2017年から、YouTube を始めて17、18、19、20、21、22、23年、7年です。7年目、7年もそんなね続くとは思ってなかったんですよ、正直。正直2017年、まあ2016年に向こうさんと出会って、そこからあのアッパレのメンバーにも出会って、またクーニンさんがねアッパレにいた時出会って、そこからこう YouTube を始めるんですけど、あの向こうさんが入ってたマイナーズに入るのかアッパレに入るのかっていう、すごい僕はすごい悩んだんですよね。でも先にやっぱ向こうさんと知り合ってた関係で僕はマイナーズに入りました。向こうさんと一緒にマイナーズを一緒にやってって、そこから僕はちょっと辞めたんですけど、別のチームに入ったけど、そこにまた向こうさんがマイナーズを辞めて同じとこ入ってきたっていう、そのね、そこでまたさらに長い期間向こうさんと一緒にいるっていう期間があったりしてね、すごい長い辛い人生を送ってました。向こうさんとの出会いはけど、それがあって多分今があると思うんで、僕逆にあのアッパレの方に入ってたとしたらまた人生は変わってたかなっていう感じはしますしね、こういう新しい出会いがなかったかなと思いますので、これはやってよかったなと思います。長くね7年って、7年ってすごいっすね。いや俺ねこんな長続きしたの野球ぐらいなんだよね。野球はずっともう小1からやってても、24年ぐらいやってるのかな多分野球ね。他は特にないんですよ、続いてるものって言えば。 YouTube はもう7年目ですよ。
高校野球終わってからちょっといろいろ挫折はしましたよ。肩壊したりね、社会人野球始めたけどちょっとなんかもう遠すぎて、すごい距離遠すぎて、ゲンチャリで行ったりしたからね、田舎の方まで。辛すぎて大変だったんで、それでまあね、辞めた関係でなんかウーバーワールドのライブに走ってやってましたけど、おかげさまでは復活してここまで来れたんで、これはもうみんなの力でここまで来れたんだなと思います。はい、モチベも大事ですさ。ぶっちゃけさ、 YouTube を始めた方々結構さいっぱいいるけどさ、結局辞めてった人の方が多くない？結局諦めてこう辞めてった人の方が多いんですよ。正直モチベだったりなんか忙しいからっていうのでこう後回しにしてたと思うんですけど、そこを後回しにしなかった関係で、まあ、今があるのかなと思います。すごくこう何頑張ろうって気持ちが大きかったのが、その今こうやって続けられてるきっかけというか秘訣でもあるのかなと思います。本当にZさんのね、バットの動画とかもね、徳さんとクーニンさんと向こうさんと大井くんっていうなんかもう有名なところがいる中で僕も入ってるっていう、ちょっとなんかなかなか普段はありえないと思いますよ。じゃあZさんの僕が出てた Z 公式 YouTube の方も動画の概要欄に貼っておきますので、はい、この中に僕も入ってるっていうのはちょっと今まで頑張ってきてよかったなっていうところではあるので、はい、そこはもうぜひとも見てもらって、たくさんの人に知ってもらって、まあ、バットの件もね、モンスターブラックキャノンがどうだこうだっていう話があるでしょ。それもちょっとお話今度できたらなと思います。じゃあ今度まあバットの紹介とかしますけども、バットの紹介をした後に一番飛ぶバットとのこの比較ももちろんしますし、ちょっとどうなのかっていうところをやってきますので、はい、今後ともよろしくお願いします。今後とも頑張ろうぜ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 。はい、というわけで、本日は長くなりましたが、そういう感じです。また来年、頑張りますのでよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上となります。チャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いします。それではあいしょー翔平 TV 2022年版 T シャツ&スウェット販売、購入リンクは動画概要欄にあります。チェックよろしく。チャンネル登録1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。2万人、3万人、4万人と頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。チャンネル登録は必須でお願いします。